蜂の、あざ結び蜂の、あざ結びとは、ロープの中ほどにコブを作る結び方の一つ。作った結び目が、アラビア数字の蜂の形に似ていることからその名がついた。結ぶ、途中の状態。この後、胴端を大きなループに入れれば完成。蜂の、あざ結びは次のようにして作る。ロープの中ほどにループを作るが、止め結びのように180度のひねりを一回、加えるのではなく、 2回加える。つまりループには2つの交点があることになる。ロープの銅端を先ほど作ったループに入れる。この時上下を誤ると止め結びになってしまう。ロープを引っ張って結び目を締める。手首のひねりを利用して、ステップ1のループを作り、ステップ2では銅端をループに通すというより、ループに指を通して、銅端の紐を掴んで抜き取るというように行うと素早くできる。また、 同端を8の字を描くように動かして結ぶこともできる。8のあざ結びで作った結び目は、止め結びや固め止め結びで作った結び目より大きくなる。また、止め結びはきつく締めると解くのが困難になるが、8のあざ結びであれば、固く締めても止め結びより容易に解くことができる。用途は、止め結びのような他のストッパーノットと同じで、以下のようなものが挙げられる。 ありがとうございます。